皆さんこんにちは、ケワイシヒデです。もうすぐ夏ですね、夏となればバーベキュー、バーベキューといえばどうでしょう、美味しいものをですね、いっぱい具材をたくさん乗せて、肉から海鮮からね、いろんなものを乗せて食べたい思いますよね。で、僕はブログとかメルマガで書いてるんですけども、あなたのお顔はバーベキュー状態みたいなね感じで、ちょっと皮肉って言うんですけどもね、でも結構ね多いんです、このね、なんて言うんでしょう、女性の、その気持ちをですね、考えたら分かるんですけど、やっぱり少しでも綺麗になりたい、少しでも、アラを隠したい、少しでもですね魅力的に見られたいという、その気持ちは分かるので、いいものがあればどんどんやっぱ使っていきたいわけです。ただそのメイクによって、ことメイクに言えば、やっぱり色を重ねすぎるとですね派手になったりで、これがいいからあれがいいからって言われるままにですね、自分の顔にですね物を置いていくと、これはこれでですね、バーベキューで言うと食べ過ぎて消化不良になるわけですね。お腹を下してしまいます。それを顔の上でも一緒なんで、やっぱり自分の中で、これとこれは大事なものというものを、これとこれは外せないというものをですね、日頃からきちっと理解した上で、それから新しいものをチャレンジして入れていくときにですね、他のものを少し減らして、いわゆるその、食べるものであればあれもこれも食べ過ぎたらもうお腹ポンポンになりますから、少しずつ少量にしながらですね、バランスよく、お化粧をしてもらいたいと思います。とにかく、これもあれもというね、そういう使い方、そういう乗せ方、それはね NG やと思いますんでね、気をつけてください。今はどちらかというと手抜きっていうんじゃないんですけども、抜きを入れるということが大事です。よくその男性が女性を見た時に、完璧な女性っていうものに対してはちょっとこうやっぱり遠のくんですね。だから少しこうなんか抜けてるなと、少しこう手抜きじゃないんだけど、ちょっと抜き感があるっていう人に対しては、なんかそこを補ってあげたいなっていうね、そういうなんかこう、男性の心が生じますから、少しそういう部分では完璧にしすぎずに、ちょっとこう抜き感を出してですね、ちょっと余裕を持って、そんなメイクをしてみてください。ということで、あなたの顔はバーベキュー状態にならないようにですね、この夏頑張ってください。それでは、ケワイシヒデでした。またお会いしましょう。